はい、皆さんどうも、こんにちは。ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、原神の方でね、遊んでいきたいと思います。そう、今回はね、これ、雷電将軍、いるじゃん。これがね、欲しい。これのガチャ引こうと思ったわけ。けどさ、これがさ、よくわかんなくてさ、これどういうあれなんだろう。ガチャね、まだね、一回も引いたことがない。なんか、あんまりガチャ自体にちょっと興味がなくって、ガチャ、まあ、そもそもあるの知らなかったんだけど、教えてもらって、で、まあ、今度引こうと思ってて、一回忘れてて、で、思い出したから、急いで引いてる。なんとか、そう、なんか、どれが何かなんか、名前がわかんないんだよ。なんか、教えてもらったけど、これがあったら引けますよとかさ、これがないと引けませんよとかあるじゃないか。まあ、ガチャ用のアイテムというか。けどさ、なんか、名前だけ聞いててもさ、それをさ、自分がどれぐらい持ってるかとかがさ、全くわかんなかったんだよ。だから、引けたっぽいな。おー。あ、すげえ。ん？本？え？人間が出るんじゃないの？引くもの間違えてんのかな？でも絶対なんか、将軍って書いてるよね。違うのかな？これはなんだ？え？何？なんか、なんとか結晶は書いて、そのなんか見た目見せてほしいんだが、これがなんかこの結晶で、これがなんか足りませんみたいな。わからないんだが。あ、わかった。課金というか、多分足りないから買うか、課金用かどっちかっぽくない？あ、けどこれ課金用とかあんのかな？なんかよくさ、ゲーム内でゲットできるやつと、なんか課金限定のやつがあるじゃん。そっち系なのかな？全然わかんないな。何これ？初めて見たこの武器。ただ自分が持ってるキャラクターではまあ無理だろう、きっと。え、全然人出ないね。どういうことだ？これなんだ？何これ？え？全然わからないんだが。でも多分これさ、このまま進んだらさ、同じようなことになるもんね。多分もうガチャ引けないんじゃないかな。え？ガチャ全然引けねえじゃねえか。マジか。いや、これさ、本当はさ、ガチャ動画にしようと思ってたんだよ。そのなんか、だいたいなんか何分間か引けるかなと思って。マジで？ショック。まあ、とりあえず一旦、あれだな、戦利品で、あれしよう。けど、こいつもさっき同じ剣だったもんね。うわ、もともと3持ってたんだ。でもなんかせっかくだからガチャの方がいいのかな。なんか違いも、正直よくわかんないからな。なんていう、なんか、お星様の数とかわかるけど、右上にさ、いっぱい書いてくれてるけどさ、なんか全然詳しくないから、まだわかんないんだよな、正直な話。とりあえずなんか、このさ、装備品とかもさ、とりあえず主人公からさ、順番にさ、なんか良さげなものをさ、一応まあお星様の数とかは、あとはなんとなくで、決めてるけど、どうなんだろう。最終見た目の好みとかなってくんのかな？わー、この例えば色のお花だったらこの人こっちかなみたいな。そっち系になってくんのかな？知識がさ、もうなさすぎてさ、全然わからないんだよな。やばい。ガチャそうか、引けないんだったら最終日まで待てばよかったな。けど最終日までさ、待ってさ、増えてない時で、だったらいつ取っても一緒じゃねえかってなる可能性しかないからね。しかもあれなんだよ、一番怖いのがさ、忘れそう。だってさ、もともとさ、27から来るって教えてもらってて、だから知ってたんだけど、ちょっと、結局引けなくって、ねえ、そっから、みたいな。ちょっと間がね、空くっていう。しかも忘れるっていうの、普通に引こうと思ってて、で、忘れちゃってて、あ、やばいと思って、やばい、これしなきゃと思って、ツイッターにツイートして、で、もうそれでも結局忘れちゃって、みたいな。ずっと忘れるっていう。やばい、もう自分で、自分に若干怯えてるんだから。けど、やばいな、全然わかんなかったら、もうなんか、ガチャいいかな、困るまで、とりあえず。学んだ。だから多分、困った時の必殺技みたいな感じにしないと、多分全然引けないな。けど、期間限定のものとかあるから、そうなったら多分引いた方がいいんだろうけどな。でも全然わかんないからな。おとなしくストーリー進めるか。やっぱもう冒険者ランクを上げないことにはもう話が始まらないからね。いや、もしかしたらそのガチャ用のアイテムとかもさ、なんか手に入れるのにさ、なんか効率いい集め方とかさ、なんかあるのかもしれないから、そういうのがね、わかったら集めに行こう。知らない、今は、知らないから、集められないけど。いや、そうなんだよな、今な。その、冒険者ランク上げたいけど、もう無理というか、
なんか微妙なんだよな。それでなんか前回マップ広げてたけどな。あーこれあれか、あのなんか全然知らない敵で全然勝てないですか。ということはこっちは捧げる。あーなんかこれもよく分かんなかったんだ。この捧げる系ってマジ何なんだろう。これはもうあれだな、完全におとなしくマップを広げるがやっぱり間違いないだろうな。なんか一旦ここって目標を決めて、一旦飛んで、最寄りここかな？まあ、いっか。一旦飛んで行ってくるわ。あ、これダメだ。あの、左に座れる。やばいやばい。これ一回、ちょっと無視して、あっち行ってくるわ。あー、お花お花。なんだこのお花は。急げ急げ。でもさ、こんな感じでさ、なんかさ、お花とかさ、食べ物とかさ、取るけどさ、まだ、使い道が全然わかんないやついっぱいあるもんな。食べ物はさ、やっぱり回復とかさ、料理するのに必要だなってわかるけどさ、うっすら。うっすらし、ああ、え、おかしくね？あの、滑空したのに。やばい、この動画、ボツになりそう。いくぞ、激苗。いや、もう、タイトル激苗だよ。だる？そんなことある？今、押したんですけど、飛べないの？どうして急に滑空できなくなったの？誰この人。あ、同じこと言ってるわ。お、みたいな、こっちのセリフだ。何してんの、この人。あ、そういうこと？あそうなんだ。はい、さよなら。びっくりした。いや、もう、激内ね。やばい、マジで。ちょっと予定がね、大狂いすぎてる。あ、なんだ、間違えた。ごめん、ごめん、ごめん。息子？誰、息子？あ、そうだよ。息子って書いてるよ。そりゃそうだよ。誰？ゲイル？聞いたことない。誰？へぇー。全然知らない。誰なんだろう。今回で、その、冒険者ランク先に上げたかったから、あんまりね、人とね、喋ってないんだよな。普段だったら寄り道好きだから、なんか喋りたいけど、禁止マンか、いいや。なんか喋るけど、そう、あの、なんか早くマルチできるようになりたかったから、もういいやと思ってさ、あんまり見てなかったんだよな。しかも今一瞬さ、あんなにマップ広げようなって言ってたのに一瞬どっかわかんなかった。危ない危ない、絶対公園乗れない。あ、この人あれじゃん。一回あの、襲われてた人じゃん。あ、違うの？同じ顔の別の人？多分一緒だと思うけど。やっぱ急ごう、行ってこよう。このさ、下り坂みたいなのあるじゃん。これさ、なんかさ、滑れたらめっちゃ速いのよ。もう転がってもいいけど別に。けど、転がって行ってたら、めちゃめちゃおもろいけどな。それはそれで。まあ、急ごう、急ごう。うわぁ。見てわかるかな？あ、なんか落ちてる。あ、キノコか。あらあらあら、あった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 。よかったよかったよかった。わかりやすくて。あぶねえ。いいいいいい。行ってくるわ。あれ？この額のなんか、浮いてるやつ取れるんだっけ？あれ？あれなんだ？あれ敵がいるよみたいなやつ。ああ、そういうこと？じゃあいいや。これで取ってだね。え、このさ、今さ、出てきたさ、ダイヤみたいなやつあるじゃん。これでさ、ガチャ引けんの？もうよくわかんないんだよな。なんか名前が。え、これ右上にあるかな？なんか、穴みたいな。あれ何？何なんだろう？よくわかんないけど、次こっちか。なんかあんのかな？よくわかんなかったな。まあいいや。というわけで、あれだ。え、あれ目の前なんかある？気のせいか。まあいいや、次回見に行こうか。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。